先月、加茂行政高校で生徒の立川ひばりさんが大きな筆で力強く書にしたのは「能登半島震災支援」の文字でした。自分ができることなんだろうなって考え、少しでも元気が伝わればいいなと思います。この日、加茂行政高校を訪れたのは加茂市に暮らす室井義則さん71歳。あ、音してる。こんにちは。室井さんが吹奏楽部の生徒に語りかけました。みんなの思いっていうのはここから出てお客さんの方に伝わって、お客さんが喜んで、その思いがまた被災している人たちに伝わるっていう。福島県で太鼓奏者として活動していた室井さんは2011年の東日本大震災で自宅兼太鼓道場だった建物が壊れ、加茂市に自主避難していました。東日本大震災から13年、室井さんは元日に発生した能登半島地震の被災地を支援しようと、加茂市民体育館を会場にコンサートを計画したのです。実際自分も震災で被災して、この新潟県に来た時に、その励ましの声っていうのは多分被災した能登の人たちも含めてなんだけど、何にも代え難いものだと思いますね。この支援コンサートを盛り上げるため、室井さんが声をかけたのが多くの吹奏楽部員がいる加茂行政高校の看護科でした。いろんな人の支援があったら、もし自分が被災した時に嬉しいだろうなと思い、看護学生として今まで学習してきたことだったり、被災地の方に還元したい思いがあったので。コンサートでは室井さんの太鼓と吹奏楽部による合同演奏も。支援コンサートで吹奏楽部のリーダーを務めた関根萌香さんも福島県で東日本大震災を経験した一人です。13年後こんな機会に恵まれるなんて思ってなかったので、精一杯頑張っての気持ちが能登の方々に届ければなって思います。吹奏楽部の顧問で看護科の難波博子先生です。困っている人を助けなさいというか、そういう話もしてるし、そういう勉強もしてるので、自分たちで考えてやってみようって一歩を踏み出せるような、そういうね、力つけてってほしいなと思ってます。雨の中梅が咲いた今月20日、能登半島震災支援コンサート当日です。席の設営は加茂行政高校の野球部員が協力、オープニングで書を掲げる演出も生徒の力で。やっぱり表に立つ人がいて、裏で支える人がいるからこそいい催し物ができると思うので。コンサートには加茂行政高校だけでなく、加茂市内の2つの中学校も協力。私たち中学生は現地に行ってなんかお手伝いするとか、そういうのは難しいかもしれないけど、でも演奏をして誰かをこう勇気づけたりとか、そういうことは私たちの中学生でもできることだと思うので。頑張るぞ！イエーイ！400人を超える人が来場する中、室井さんの太鼓と加茂市の書家下田彩水さんによる書道パフォーマンスで支援コンサートが始まりました。子どもたちによるダンスや中学生による地域の踊り、できることでの支援に来場者にも笑顔があふれます。加茂市内の子どもたちが一丸となってやっていく活動に関しては、すごく我々大人も協力していければいいかなと思いました。すごく情熱と熱意と愛情をたくさんいただきました。みんなで楽しみながら支援できることがすごく良かったなと思います。コンサートのラストを飾るのは加茂行政高校の吹奏楽部と室井さんの太鼓による演奏です。通の子たちだけど、みんなが気持ちが一つになってこれやをやろうよっていうふうになった時にはものすごい大きな力になる、なんかいい感じで伝わってくれたのかなと思いますね。福島で東日本大震災を経験した関根さん。いつか笑顔になって過ごせる日が来るんじゃないかなって思います。それはなぜそう思うんですか？私が今幸せだから。自分たちにできることでまずは行動する。生徒たちが届ける被災地支援です。ありがとうございます。